鎌倉の友です。鎌倉の友です。山頂が来たよ。はい、ということで、若干遅くはなりましたが、まあ、ユナイテッドが、ジェイドン山頂獲得したというところで、なるほど、もうまず、山頂でどんな選手なの、強みなんなのっていったところと、ユナイテッドにどうハマるの、ユナイテッドの何を埋めてくれるの、何してくれるの、山頂助けてよって言ったところ、ちょっと、まあ一応グーダー目線ですが、はい、フラットにプレミアリーグ見てるものとして語らせていただきたいなというふうに思ってるけども、はい、時期的にもね、7月の入ってすぐぐらい、そうだね、ユーロ中、多分ね、ユーロメンバーの中で、ベリンガムのお気持ちを察せなければならないんですが、起きたら山頂移籍してるんだから、兄貴行くんですかい、本当そんな感じかもしれませんが、もうそれは一旦置いといて、改めて山頂についてね、語っていこうと思います。それでいきましょう、レッツゴー。はい、ということで、まずはですね、山頂って何っていう。なるほど。ところ始めていきたいと思います。こちら、まず、基本情報こちらでございます。バーンと、はい、サッカー選手ですね。なるほど。はい、21歳、身長180センチ、体重76キロ。意外といい体してるよね。意外とっていうか、まあいい体なんだよね。はい、まあ山頂をね、語る上では3つの場面から見ていこうかなと。なるほど。1つ目、得点。はい。そういったところでですね、ドルトでは137試合出場して、50ゴールと。多くね。多いんだね。多いね。そうなんですよ。今季はですね、まあシーズン序盤結構なんかパフォーマンスとか低下してたり。はいはいはい。まあ怪我とかのね、離脱もあったりして8ゴール。まあなんですけれども、昨シーズン17ゴール。1819は12ゴール。そう、特に昨シーズンがなんかすごかったかな。17ですよ。止まんねえ山頂っていう。止まらねえよ。ありましたね。そうなんですよ。といったところでですね、まあ本当コンサートに今分ですけれども、10ゴールぐらい決めてますよ、といったところでですね、ちょっと昨シーズンの、ドルトでの、全コンペティション合わせたゴール数をちょっとまあ全部拝見して、まあ、どういうパターンでの山頂、ゴールシーンが多いのかなというふうに思ったんですけれども、いろいろまとめてみました。まずはですね、まあ、ざっくりなんですけれども、PK が3本、はい、フリーキック1本、はい、だところで、まず PK フリーキックが4本占めていると。でですね、意外とまあ個人的にはまあ30分右の選手だったね、はあはあ、まあ左右両方できるんだけどどちらかでもいいかなと思ったんですけれども、展開的には左で詰めたり、左でカウンターでこう刺したりとかといった感じで、左で6本ぐらい決めてると。で、右サイドだと2本、なるほど。で、中央では4本といった感じで、これそのサーバルと調べたんですけれども、はい、左ウィングでの起用が15回、右ウィングでの起用14回、トントンの割合にしては、ね、得点決めるシーン、場所で言ったら左サイドの方が多いんですよね。点のね、そのパターン的に言ったら左の方が多かったところで、まあ、得点面も、しっかり活躍できる。ただぶっちゃけ言うと得点面はおまけっちゃおまけです。問題はこっち、アシスト。まあこっちですよね。はい、というところでですね、アシストはですね、今季11回、11アシスト、ブンデスリーガリーグ4番目、はいはい、多いですね。去年だと16アシスト、はい、1819だと14アシスト、はい、1920は、はい、ブンデスだとアシストランキング2位、1819はアシストランキング1位。すごいよね。すごいよね。改めて見て化け物なんだなと。で、さらにすごいのがですね、チャンスメーカーとしてめちゃくちゃ優秀なんですけれども、はいはい、ビッグチャンスクリエイト数、そしてキーパス数、はい、こちらのね、まあ、より90分あたりの回数なんですけれども、はい、ビッグチャンスクリエイトが 0.61、ブンデスリーグ6位、ブンデスリーグ6位、はい、そしてキーパスが、90分あたり3回。はい、で、ブンデス5位と、まあ、これだけ言われてもまあ高い順位にいるんだなぁと、ただまあどんだけすごいのっていうのか分かりづらいと思うの で、ね、今のマンチェスターユナイテッドの、はい、もうそこのアタッキングな選手と比較していこうと思っております。参考として、まず、ブルーノ、はい、ビッグチャンスクリエイト、0.58、キーパス、はい、ブルーノ 2.81、3の山頂の勝利。ブルーノを抑えてます。抑えてるんだ。ブルーノ抑えてます。両方抑えてます。第2ラウンド、ラッシュフォード、おビッグチャンスクリエイト 0.15、まあラッシュフォード山頂の勝利、キーパス 1.32、山頂の勝利。まあまあ、はい、2連勝。まあこれは2連勝して、また右ウィング、はい、まあ、今後争うというか今やってます、グリウッド、ほ、ビッグチャンスクリエイト 0.25、 山頂とか2倍以上多い。なるほど。キーパス 0.74、 山頂とか3倍多い。もうすごいですよ。まあね、リーグの違いっていうのはもちろんありますよ。もちろんありますし、プレミアの方が多分まあ難しいし、まあキャラクター、今比較した選手のキャラクターの違いっていうのももちろんありますけど、ありますけれども、スタッツだけで見たらもうブルーノを抑えて、そうだ、ブルーノよりは多いっていうのはね、そう、印象強いんじゃないかな。そうなんですよ。じゃあサンチョがこの活躍、ビッグチャンスクリエイト、キーパス、この感じをプレミアでやってきた時に、誰が一番近いんだろうと、はいはい、そっくり
な選手見つけました。お、ジャック・グリーリッシュ。わ、はい、グリーリッシュの、今季のプレミアのスタッツ、はい、そして、今季のブンデスで残したサンチョのスタッツ、うん、めちゃくちゃ似てます。なんでもうサンチョです。若いサンチョが来ました。若いグリーリッシュだ。若いサッチョはそれサッチョだな。そうだな。そうだな。若いグリーリッシュ。若いグリーリッシュが来ました。こういったところでね。またこちらもアシストをね、はい、ゴールすると同様に、うん、どういうパターンが多いのか、ほうほう、いろいろと調べてみたんですけれども、うん、ざっくり言うとですね、コーナーキックとフリーキック。はい、こちらで3回やってて、うん、左サイドでアシスト10回、はい、右サイド4回、中央2回。もう本当になんかこの感じで見てたら左で本当活躍するっていうか左での機会が増えてるなっていうような、なんかやっぱドルトサポ的にはやっぱ右の印象の方が強いっていうね、あ、そうなんだね、コメントとか結構意見とかもあったりするんですけれども、意外と今季だけ切り取ってみたら、なるほどね、左の方がこうゴールアシストに絡む回数は多かったといったところで、まあいろいろ使い方はねやっていきますといったところで、3つ目ですね、はい、ドリブル、うん、ドリブルの1試合あたりの成功数、はい、3.35 回、はい、これも多いんですけども、ね、ちょっとこれを参考がね、はいはい、欲しいなっていったところで、うん、参考にですね、ラッシュフット、うん、2.52 回、あ、まあこれもう年単位だと年単位だいぶ変わってる、だいぶ変わってます、うん、マルシャル、はい、2.18、 もうこちらも同様で、はい、うん、ポグバ、うん、2.09 っていうところで、こちらはですねユナイテッドのトップ3、あ、そうなんだ、なんですけれども、ドリブル成功数ではもう1位はもう3兆全然ところで、うん、でサンチョに似た選手、うん、プレミアリーグで見つけました。また見つけた。見つけました。見つけた。誰だと思います？え、グリーリッシュだと思うじゃないですか、うん、グリーリッシュ 2.68 回サンチョ勝ってるんですよ。おお、違うんですよ、もうここはグリーリッシュと同じ世界にね、もっと上の、誰や誰や、アンギサ。アンギサ。アンギサがですね 3.32 回なんですよ。なんですけれども、アンギサが、うん、しかもプレミアでは3番目のスタッツなんですよ。なるほどなるほど。だから今のこのサンチョは3番目に来ると。ちなみに1位と2位、1位と2位はぶち抜いてるんですよ。あ、もう言わなくていいや、言わなくていいじゃん、言わなくていいや。そう、あの怪物たちが、マッスルたちね、マッスルたちが5を超えてるんですよ。5を超えてる化け物たちがいるんで、奴らが人外だとしたら、うん、もう人間界最強なるほどに並ぶぐらいのサンチョドリブルでの成功を収めておりますと。ほう、はい、ということで、ね、続きましてですね、まあ、ユナイテッドの現状の弱点、そしてそこにサンチョがもうズバッと、うんうんうん、サンチョという感じで、もう入る感じ、はいはいはい、効果音サンチョですよね。まあ、他サポ目線ですけれども、3つほどちょっと、まあ、上げさせていただこうかなと。なるほど。というところで、1つ目ですね、はい、コアラの層、うんうん。ここがやっぱりちょっと、まあ、個人的には、うん、まあ、ユナイテッドの1つがポイントであるのかな。なるほど、なるほど。で、まあ、ユネスタメンはさ、うん、もうバシッと知ってるとこあるじゃないですか。ええ。まあブルーノもそうだし、カバーニももちろんそうで、まあグリーンウッドももちろん点決めるし、うん、っていうところあるんですけれども、この先でめちゃくちゃね苦しむんですよね。そうですね、サブからというか、ここら辺が点取れない時に誰出すん誰出すんみたいなところで、実際EL 決勝、うん、まあ、スタメンこちらだったんですけれども、こちらのメンツから、交代枠、うん、もう全然数理者で使わなかったじゃん、はい、最初に使ったのが延長前半10分ぐらい、はい、しかも入れたのはグリーンウッドと変わってフレッチ、ほとんど攻撃する気がないんじゃないですけど、なかなかそうキーも切れない、うん、まあ、このスールシャールがね、うん、何してんだって思いもありますけれども、うん、純粋にあそこを打開する人数がそもそもあんまりいない、うん、そうだねっていったところはあると思うんですよ。そういったところでやっぱりね、サンチョが入るだけで、うん、グリーンウッドカバーにラッシュのうちの一人かをまずさ、余っちゃうからね。そう、うん、ここ使えるし、うん、あとはまだねブレイクはしてませんけど、はい、そこプラスアマド・ディアロとか、そうだ、エランガとか、うん、そこら辺がさらにブレイクしてきたら、そうガッと熱くなりますし、ここってサンチョが出るのは非常に嬉しい、うん、そういうところでね、2番目付随するんですけれども、はい、右サイドの明確な選手っていうのが意外といないんじゃないかと。そうだね、2021だと、はい、主に、ま、前半戦と、まあ、ダニエル・ジェームス、うん、ダン・ジェームスと、うん、メイソン・グリウッドがね、はいはい、やる機会が多かったのかなと思うんですけれども、うん、グリウッドはなんかもう CF、もともと CF だし、うん、彼は選手だし、うん、まあ、ダニエル・ジェームスはめちゃくちゃいい選手なんだけど、点にどれだけ絡めるかって言ったらそこまでじゃないですか。そういったところで、本職右ウィングっていった選手がバシッとハマっていったらめちゃくちゃでかいし、うんうんうん、
まあ、あとはまあ、場合によっては、ラッシュフットがね、うん、まあ、怪我とかコンディション不良なんですけど、うん、左にもスッと置けるし、ってところで、ね、ここのウィングの質が一気に上がると。どっちもできちゃうからね、そう。さっき左の方がいいと言ったけども。そうそうそう。やっぱ右もそれはできますから、ね。それはできますから。まあ、もう二人分ぐらいでも勝っちゃうな。そうだね。言ってしまえば。三人分ぐらい。三人分ぐらいもあるから、ね。勝っちゃうかもしれません。ってところで、なぜ三人分かって言ったところで、三つ目なんですけれども、まあ、ユナイテッドのチャンスメーカー不足を補ってくれる存在なんじゃないかって言ったところでですね。こちら面白いんですけれども、うん、ビッグチャンスクリエイト数2021の、はい、ビッグチャンスクリエイト数トップ30、うん、上位30に、うん、ユナイテッドの選手って1名しか入ってないんですよ、うん、ブルーノ・フェルナンデス。そう、ブルーノ・フェルナンデス。なるほど、ね、もちろん彼は入るんですけれども、うん、1名しか入ってない。なるほど。じゃあ他の他クラブビッグシックスどうなのって言ってくると、うん、シティでは3人入ってます、うん、チェルシーでは4人。なるほど。リバプールも4人、で、スパーズ3人、はいはい、あとはレスターでも2人、まあまあ、いったところで、もうビッグシックスその他強豪は全員1人以上、つか2人以上は排出してるんですよ、うん、なるほどね、まあ最低でも2人大事。そう、最低でも、うん、アーセナルは0。アーセナルで一番上でも、うん、30位台に、うん、ウィリアム、うん、アーセナルやばいよ、やばいよ、ね、なんか俺これ見た時ほんとは笑えねえなと思ったんですけどまあそれはね、アーセナルの話はさて大きい。チャンスメーカー不足って言ったところもサンチョは補ってくれるでしょ。まあブルーノとサンチョの二大体制やってれば、うん、得点力爆上がりますよ。特になんか個人的なイメージなんだけども、はい、対ビッグシックスとか、はい、強豪の時にブルーノが何か消えがちというか、う、ね、マークがどうしてもきつくて下が、はいはい、ってくるとね、そうだね、ブルーノ一気に破壊してくれるんじゃないかな、サンチョがね。そこはめちゃくちゃあると思いますよ、うん、対戦相手的にも2箇所止めると相当しんどいですからね。あれだけで多分だいぶ変わってくるとは思いますよね。しかもそのチャンスメーカーがアンギサバリのドリブルみたいな。アンギサパッドセージで言われてもな。じゃあもう言うけど、グリリッシュ以上のドリブルみたいな。なるほどね、そう思われるとも分かりやすいな。てな感じです、今回サンチョについていろいろ語らせていただきました、はい。今後の補強についてね、イメージで話しとくかなと思うんですけれども、最後にちょろっと、うん、まあ、バーンが今相当だと立ってますね。だったりね、はい、あとは、アウトレスとか。まあいろいろバックスも、そうなんですよ。補強をして、いよいよ、うん、こう、プレミアとか、はい、ビッグタイトルを取りに、そう。行く姿勢が見られて、ちょっと今年のユナイテッドは、やばいですよ。楽しみですね。やっと本当にキングが帰ってくるっていう感じで、うん、仮にバランとサンチョ入るだけで、好きないっすもんね、スカットに。うん、本当に怪我さえしなければね。そう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 。と、うん、だって何ディーン、うん、ワンビー、うん、エバラン、マグワイア、ショー、うん、で、フレッチ、マクトミネ、またそこにポグバも加わって、サンチョ、ブルーノ、ラッシュフォード、カバニー。え優勝やん。優勝しては優勝してはあかん、好きなさすぎる。来季なのかコンビなのかも分かんないけど、うん、もうめちゃくちゃ期待できますし、そのキライのね、天才ドリブラーサンチョにやっぱ今後やっぱ注目を隠せないですね。アンギサとのダービーも見たいですね。3戦3号ダービー、まあ2部行きましたけどね。はい、ということでアンギサまた帰ってくるかもしれないの、1人そろっとそろで帰ってくるそろでてな感じですね、今回は、まあ、いろいろ語らせていただきました。はい。わけでは、チャンネル登録お願いします。お願いします。各種 SNS ゲームチャンネル、概要欄お願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。バイ。